皆様こんにちは。今日は以前にも紹介したことがあるんですけど、リクエストもあったので紹介していきたいなと思います。よかったら最後までご視聴お願いいたします。まずはこちらのトートバッグになります。こちらはすごく大容量なので荷物が多い時に使っています。私はこのビジューに惹かれて買ったんですけど、これは取り外しができてシンプルに使うこともできます。で、ここはと今留めてるんですけど、外して使うことも可能です。中は一つポケットがついていて、すごく収納力があるバッグです。見た目も可愛いのでとっても気に入っています。次にこちらの形のバッグです。これは石原さとみさんがドラマで使用していて、とても有名になったバッグなんですけど、新色が出て差し色にいいかなと思ってこちらを買いました。中はですね、こんな感じで長財布とかはちょっと出し入れがしにくいかなと思います。見た目は可愛いんですけど、ちょっと出し入れしにくいのが少し残念です。次にこちらのリボンショルダーバッグです。こちらは色違いを以前紹介したと思うんですけど、新色でちょっとこのパープルの色を購入しました。これは本当に使いやすくて、私は洋服によってバッグを変えたい人なので、こちらは3色持っています。これも大好きすぎて何色か持っているんですけど、洋服に合わせて買いたかったのでこちらの2色を買いました。今持っているビジュートートはこちらの4色になります。そしてこちらのオレットバッグです。こちらはカシスという色で、色味にとても惹かれて購入しました。中がお財布のようになっていて、カードもたくさん収納できます。で、あと携帯とかキーケースとか入れられるので、本当ちょっとした時に便利です。こちらがショルダーの紐になります。最近買ったジルバイのバッグはこちらで以上です。あと最近買った中でとてもお気に入りなのがこちらのバッグです。こちらは私が大好きな塚本優子さんこと優子ちゃんがプロデュースしたものになります。シュシュもついていて、とっても素敵なデザインになっています。これ見た目小さいんですけど、すごく収納力があって、ここにペンを刺せたり、ここにリップが一つ入れられるようになっています。で、プラスこのパスポートケースがついています。ここにパスポートが入れられて、カードが入れられたり、鏡までついていて、こちらはとってもお気に入りです。今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。